はい、こんにちは。解凍系の解説をしようかなと思います。解凍系って、呼吸のね、呼吸器なんかの第一段階で出てきて非常にめんどくさくって覚えるのも嫌で、なんでそんな勉強しなきゃいけないのと思うかもしれませんけども、とても大事です。最も原始的で生物に共通しているエネルギー代謝、バクテリアでも単細胞の真核生物でも動物でも植物でも全部共通している、とても大事なエネルギーを取り出す経路なの。だからこれちゃんと勉強してほしいというふうに思います。後期呼吸の第一段階だっていう勉強はすると思うんですね。解凍系第一段階があって、その後ミトコンドリアの方に移動して、ピルビン酸が取り込まれてクエン酸回路電子伝達系というふうに、進んでいく。後期呼吸は大きく第3段階に3つの段階に分かれますけども、その第一段階そんなもんなんでしょっていうような認識ではなくて、この解凍系の部分が生物に共通する、エネルギーを取り出す経路、非常に古代的ですが原始的、生物の進化を考える上でとても重要なの。だからちゃんと勉強してほしいの。他にも解凍系を学ぶ意味はあります。まず生物共通のエネルギー代謝である、さっき言いましたね。で、生化学反応の要点を含んでいます。リン酸が孵化されたり、リン酸が取られたり、水素が、取り出されたり、水が取られたり、異性体の間での相互の変換があったり、リン酸の場所が移動したりというようなですね、生化学反応で、大学行ってから生化学をやる人は、悩まされると思います。そこで出てくる反応の要点がほとんど出てくるので、基礎を学ぶ上で大事かな。化学反応のステップが比較的少ないんです。10段階です。10段階というのは少ない方なんですよ。化学、生物の化学代謝としては10段階の化学反応が、でしかも各反応と酵素の関係がよく解明されているので勉強しやすい、ね、でリン酸化とかリン酸転移によっていわゆる ATP を合成したり、 ATP エネルギー状態の高い分子を作ったりする化学反応が進行して、ATP とか NADH の、高エネルギー物質が合成されていく反応が解凍系の勉強でできるので、それで生物の化学反応、生化学反応と言いますけど、生化学反応の基本を勉強するためにはこいつをまずしっかりやりましょうというわけで、解凍系を勉強するわけでございます。酵素の勉強の時にやったかと思いますけども、化学反応、生化学反応だけではありませんが、化学反応が進む時には単純に一気に進むのではなくて、化学反応を進めるために必要な、活性化エネルギー、アクティベーションエネルギーと言いますけども、活性化エネルギーが与えられて化学反応が進むのが普通ですね。これは糖と酸素が二酸化炭素と水になる時の例ですけども、いわゆる後期呼吸ですけども、非常に大きな活性化エネルギーを超えないと化学反応は進まない。普通は外側からエネルギーを注入してやらなきゃ進まないわけです。でもこれを一段階ではなくて小さな小さな小さな段階に分けて、でその段階の、活性化エネルギーも小さくして、小さな活性化エネルギーを乗り越えさせるような酵素を連鎖反応的に準備しておいて、でこの反応を1個ずつ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 進めていってやると、そうすると出てくるエネルギーはこの、1段階で進む化学反応のエネルギーと同じです。同じだけの化学反応エネルギーが出てきますけれども、その化学反応エネルギーを、ADP だとか、ATP だとか NADH だとかの中に貯めることができるんですね。で解凍系の化学反応、教科書なんかに出てくるのはこうグルコース6単糖の環状の6単糖のグルコースからスタートしてピリビン酸になるまでの過程いろいろ出てますけども、この図見てもなかなかわからないので一回きちっと、各反応ごとに説明しましょう。そういうつもりで化学反応の系統を理解するためのエクセルシートを、作りました。こいつがそれなんですけども、エクセルで作ってるのは結構無理があってですね、ちょっと二重結合の位置はなんか分かりにくいかもしれません。解説しながらいきます。これグルコースですね。こちらの分子もこちらの分子もグルコースなんですよ。化学式、原子の数だけ書く化学式で書くと C6H12O6 だね。ね、でこれは環状のグルコース、普通教科書に出てくるグルコースっていうとこっちかな、ね、6因環と言いますけども、環状のグルコース、これが普通のグルコースです。でもグルコースは異性体と言いまして、この環状のものが開いたり、状態のグルコースもあるんです。
こちらの方は鎖状のグルコース、構造式は違いますけども分子式でいうと同じ、いわゆる異性体ですね、これとこれ同じです。でこっちで考えていった方が分かりやすいので、これからグルコース、こちらの式で書きます。実際にはこっちなんですけども、こちらで書いていきます。でその、グルコースが最終的に、まあ、化学反応を終えてピルビン酸になるわけですね。ピルビン酸の、分子式は C3H4O3 刺身って言いますけども、こいつが2つできます。こいつが2分子できますね。2分子、C3H4O3 刺身と、言いますけども、C3H4O3 ピルビン酸が2個できると、まあ、その2個できる過程で、水素の数を見ると分かると思いますけども、 2×4 だと8個ですね。炭素と酸素はこっちも6個、こっちも2、3が6、2、3が6あってるんですけども、水素だけ、4個減ってます。2子が8で12ですから4個減ってます。その4個減ったものが、ここから取り出されてニコチン、アミド、アデニン、ジ、ヌクレオチドというものに付加された NADH という高エネルギー物質、それから水素イオン、この水素イオンというのも高エネルギー物質ですけども、水素イオンというものに、入れ込まれるわけです。やはり発生した気体エネルギーは ATP、アデノシン、三リン酸、ATP の中に、入れ込まれます。で、ATP が作られたり、NADH が作られたりする化学反応、これは、ざっとしか話しませんけれども、ATP、ADP、アデノシン、二リン酸ね、ADP とリン酸がくっついて、アデノシン、三リン酸、ATP と水が、できます。水は、ここの結合から取られるんですね。ここの2つの反応の間から取られる、いわゆる脱水縮合、が起こるわけです。で、ここでできた ATP は高エネルギー物質。高エネルギー物質の方は赤で、書きました。NADH に水素が2原子くっつきまして、NAD プラスに2原子くっつきまして、NADH という高エネルギー物質、それと水素イオンができます。で、これらの反応が、後の細かな反応の中で出てきます。先へ進みますね。あ、ごめんなさいね。で、このシートはですね、こちらがグルコースでして、このグルコースからずーっと第一段階の反応、第二段階、第三段階ずーっとありまして、最後、第十段階の化学反応が進んで、ピルビン酸になりますまでの、全部を、構造式で、示したものです。それぞれ何が起こっているのか説明しますけども、覚える必要はありません。ただ、レベルの高い大学、旧帝大系の大学で生物で受験しようという人は、理解しておかないと、入試には太刀打ちできないと思います。頑張ってください。ね、で、一個一個の化学反応がどうなっているのかというのを、ちょっと細かく見ていきますね。まず一番最初に、このグルコースですけれども、グルコース、実際にはさっきも言ったけども、環状になってるわけよ。リング状になってるわけよ、ね。リング状になってるんじゃなくて、これリニアって言いますけども、鎖状に書き換えてしまいますけども。炭素に番号を振ることになってます。酸素の二重結合、ここ二重結合ね。酸素の二重結合のある側を1番として、1番、2番、3番、4番、5番、6番というふうに炭素の番号を振ります。で、第一段階はこの6番のここの水酸基、ここのところにリン酸をくっつけてやります。リン酸の元になるものは ATP です。ATP からリン酸を取り出しまして、このリン酸をここの6番目のところにくっつけてやります。PI と書くのはイノーガニックフォスフェイトの略です。イノーガニックっていうのはオーガニックじゃないっていう意味でね。インの、いわゆる否定されたもの、オーガニックの否定したもの、イノーガニック、無機リン酸。で、PI と書きますけども、この無機リン酸がこの6番目のところにくっつくわけです。で、この6番目のところにくっついたものが、この分子ですね。ここだけ変わってるね。で、このことを、グルコースに6番目のところにリン酸がつきましたということで、グルコース6リン酸と言います。めんどくさいけど、グルコース6リン酸。リン酸。イェー。っていうの。これ、高分子の名前つけるときに大体同じですね。有機物の名前つけるときに大体こんな名前の付け方します。グルコース6リン酸、というものを作ります。で、このグルコース6リン酸の、次の第2段階の反応では、このグルコース6リン酸の、ここの二重結合の位置を、ここへ変えてやります。
そうしないと次の反応進まないからなんですけども、で二重結合の位置がこの2番目の炭素のところに移るとこれ、名称が変わりまして、フルクトースというものになります。フルクトース勉強しましたけど加糖ですか、フルクトースになります。でそのフルクトースにするんですけどもこれとこれはこの分子とこの分子は分子式的には同じです。いわゆる異性体です。異性体の間の化学反応の変化をさせてやることを異性化と言います。性化学反応ではこれよくあります。この二重結合の場所をここに移してやりますね。フルクトース六リン酸、フルクトース六リン酸、もう全部書かないよ、フルクトース六リン酸というものを作るので、そのフルクトース六リン酸の今度次第3段階のところでは水酸基1番目、ここが1だからね、1,2,3,4 のね、水酸基のあるところにもう一個リン酸をくっつけてやる。リン酸の出所はまた ATP を持ってきて、ATP からリン酸を1個取り出して、こいつを今度はここへくっつけてやる。ね。そうすると、こんな分子ができるね。この名前はどうすればいいかというと、フルクトースに1番目と6番目に、16じゃないよ、1と6ね。フルクトース1、6にリン酸が2個くっついているので、2リン酸。これだけ見るとなんだかさっぱりわからないね。フーの 1.62、だけどフルクトース162リン酸、ね、フルクトース16ダイフォスフェイト、って言います。1番目と6番目のところに2つのリン酸、ナンバー2ではなくて第2つ2個という意味で、ね、フルクトース162リン酸という分子ができます。でこのフルクトース162リン酸を真ん中からブチッと切ってやる反応が次の第4段階の反応。よし、ここまで前半。ちょっと、一回シートを動かすね。今度は4段階目から、ちょっとまた複雑になります。フルクトース162リン酸ね。フルクトース1番目と6番目に2個のリン酸がくっついたもの、フルクトース162リン酸を真ん中から切る。そうすると2つの分子ができます。でこの分子とこの分子はやはり、異性体の関係になっています。分子式上は同じです。下の方は、グリセルアルデヒド3リン酸、グリセリンの3番目のところに、リン酸がくっついてアルデヒド基があるよ。グリセルアルデヒド3リン酸、この名前なんか覚えなくていい。こっちの方は、デヒドロキシアセトン、アセトンか、デヒドキシアセトンリン酸名前覚えなくていい。でこれ異性体の関係になってます。でこれ化学平衡的にこっちからこっち、こっちからこっちに、相互に変換します。ですが、これを、酵素、この酵素が非常に優秀なんですけども、この酵素が全部こっちへ、上から下へ、こっち側へ、上から下へ、ね、グリセルアルデヒド三リン酸にする形にしてしまいます。ですから結果的にはグリセルアルデヒド三リン酸が二分子できた、状態になるの。これどちらもこれと同じね、グリセルアルデヒド三リン酸が二分子できた状態になるんです。でこのグリセルアルデヒド二、グリセルアルデヒド三リン酸だ、ごめんなさい、三番目についてるね、三番目についてるリン酸、のここに、水素を取ってやる酵素で一緒に、リン酸を孵化してやる酵素、水素を取りのリン酸つけるの一気にやる、酵素がやってきて、そいつがこの次の反応を一気に進めます。まず NADH、 これはその水素を取り、リン酸を孵化させる酵素の補酵素、酵素と補酵素の話はどっかで、またやります。で水素を取りリン酸を孵化させる酵素の補酵素のところに水素がくっつく。で、水素の、イオンも放出される。ですからこの分子、グリセルアルデヒド三リン酸から2個の水素が取られることになります。ここで、ね、それと一緒にリン酸くっつけてやります。でこのリン酸はこの1番目の場所にくっつけてやります。下も同じ分子ですから、同じ化学反応が2倍量起こっていると思えばいいですからね。2個の水素が取られて、それは NADH の水素、それから水素イオンとして取られ、リン酸が孵化されて、1番目のところにくっつく。そうすると、3個の炭素にリン酸が2個くっついた、このような分子ができるわけです。グリセルアルデヒド1、3、なんだ、
13フォスフォグリセリン酸って言うんだって。13フォスフォグリセレイト、13フォスフォグリセリン酸、という分子になる。でこの13、1番目と3番目にリン酸がくっついてるグリセリン用、物質ですね、はこのリン酸とこのリン酸が強くマイナスに、帯電しているために、このリン酸はどれでもマイナスに帯電してるんですけども、これを強くマイナスに帯電しているために、ここで互いに反発し合っています。離れようとしています。離れようとしているものを、これ化学結合でフックで、まあ、ここをグッと押さえているわけで、グッと押さえているものを、マイナス同士で反発しようとしているもの、グッと押さえているものを、そのフックを外してやるとポンと出てきて、それがエネルギーになるわけだね。もちろん下も同じね、マイナスにチャージしている、マイナスにチャージしている、互いに離れようとしている、離れる酵素を使って、この1個の、リン酸を ADP にくっつけて ATP にしてやる。離れたがっているものを酵素を使ってフックを切って ADP にくっつけて ATP にしてやるという段階。それが、次の段階。そうするとリン酸の1個だけくっついた物質ができますね。あと3段階ぐらいかな。リン酸が1個だけくっついた状態のものができてね、3番目にくっついてるフォスフォグリセリン酸、3フォスフォグリセリン酸、っていうのとはそうでございます。3フォスフォグリセリン酸、まあ、この名前が3フォスフォグリセリン酸なのだな、そうでございますよ、でその3フォスフォグリセリン酸から今度は、リン酸の位置を移動させてやります。これも生化学反応ではよく出てきます。場所の移動、リン酸の場所の移動、水酸基とリン酸の、位置を変えてやる。水酸基とリン酸の位置を変えてやる。そうすると2番目にくっついたもの。これが、3フォスフォグリセリン酸だとすると、これは2フォスフォグリセリン酸ですね。2番目に、のところ、これ1、2、3ですかね。2番目のところにくっついてますからね。3フォスフォグリセリン酸が2フォスフォグリセリン酸に、変わる。これが次8番目の化学反応。で、こうなった、状態から水を取ってやります。ちょっと戻すね。脱水するんです。水素じゃありません。脱水です。ここの部分から水素を取ります。ここの部分から水素じゃございません。ありません。ごめんなさい。水を取ります。水分子を取ります。水分子を取るとここの結合が1個なくなりますから、ここに新たな二重結合が生じるんですね、こいつとこいつはいなくなりますよ。二重結合が生じたものがこれなんです。でこれはエノールって言いますけども、エノールで、このエノールの状態の炭素同士の間に二重結合のある、状態の分子っていうのはこれ不安定なんです。これよりもここの側鎖って言いますけども、横側の方に二重結合があった方が安定なんです。でその安定な状態の、こちらの側鎖に二重結合のあるものをケトと言います。でエノールからケトへ、これが不安定でこちらが安定だから、これは自然にこう変化していくんです。そのためにはここのリン酸を取らないといけません。でこのリン酸を ADP にまたくっつけて ATP を作り、エノールをケトにして出来上がったもの、これがピルビン酸。もちろん下でも同じことが起こりますよ、ね、エノールの状態のものをケトの状態にする。これが安定な状態ですから、でリン酸が取れて ATP になりピルビン酸になる、という感じでございます。この後もうちょっと他の解説しようと思いますけども、一旦、ここまでの解説で一回終わります。続きの解説は別の、動画でアップしておきます。よろしいでしょうかね。またお会いしましょうか。これはいい。はい、保存でございまして。では。